ついに過毛期突入？コロちゃん、午後の優雅なシャンプー。午後のゆったりとした時間を満喫しているコロちゃんですが、今月も月に一度のシャンプーデーがやってまいりました。普段は午前中にシャンプーをするんですけど、今日は父花さんの予定が合わなくて午後からのシャンプーに密着していきたいと思います。チャンネル登録してね。シャンプーをする前に軽くブラッシングをします。ちょうどコロちゃんも冬の毛から夏の毛に生え変わる過毛期に突入していて、最近は乳花さんよりも抜け毛がすごいですね。過毛期といえば柴犬のイメージが強いと思うんですけど、コロちゃんにも柴犬の血が約 30% 含まれているので、過毛期に抜け毛がすごいのはその影響でしょうか。コロちゃんの綿あめが欲しいという方がいたらコメントで教えてください。その頃、乳花さんはホースの準備をしております。お風呂のシャワーとこのホースをつないでお湯を出せるようにします。続いてお風呂場と外で1人ずつ分かれてお湯の温度を調整します。ちょうどいいです。シャンプー前に緊張しているコロちゃんをリラックスさせて、いよいよシャンプースタートです。おいでシャンプーててててててて。乳花さんが午前中に歯医者だったので、今日は午後からのシャンプーになります。最近は暖かいを通り越して暑くなってきましたからね。この間も関東や東海では今年初めて30度以上の真夏日となりました。つい最近コロちゃんのお部屋にエアコンを取り付けたんですけど、本格的に暑くなる前に取り付けておいて正解でしたね。今年も40度近くいくのでしょうか。女の子にそれ言っちゃダメでしょ。乳花さんのデリカシーのない発言にコロちゃんがショックを受けてしまいました。女心が全く分かってないですね。コロちゃんがいくら臭かったとはいえ無神経にも程があります。例えば男性はよく女性に太ったと言ったりしますが、実際に太っていたとしても無神経で失礼な発言であるということを理解した方がいいですね。臭いなコロ。モコモコの泡で洗われているコロちゃんがとっても気持ちよさそうです。橘さんはいつまでお母さんと一緒にお風呂に入ってたんですかという質問が来てたんですけど、私の記憶が正しければ小学校3年生までですね。乳花さんとは小学校を卒業するまでは一緒に入っていました。今でも乳花さんが風呂から出てくるのが遅い時があるんですけど、私が時間に追われている時は突撃して一緒に入っちゃいますね。中学高校時代は自分の裸を見られるのが嫌だったので、乳花さんが湯加減どうだいって勝手にお風呂のドア開けてくるんですけど、そういう時は風呂の中に潜っていました。親ってなんで勝手に風呂のドア開けてくるんですかね。くらえ。裸を見られることっていうのも大人になると全然気にならなくなりますね。この間も旅行に行った時は温泉の中で2人で語り合ってたし、ちなみに裸の付き合いという言葉がありますが、あれは精神的な意味での裸で本当の裸ではないらしいです。みんなが避難してからね。ファンサお願いします。やれた。おお。すごいウキウキしてんじゃんコロ尻尾。お尻付近をタオルドライすると愉快なステップを踏むのはコロちゃんだけでしょうか。くらえ。うわ。タオルドライをしっかりして、続いてドライヤーをしたいと思います。最近私のマイブームが物を手放すことなんですけど、捨てられないものは写真に収めてから思い切って捨てるといいと聞いたので、動画に残して捨てたいと思います。今回私が手放したのはこちらの 3DS です。私は今24歳なんですけど、 3DS が発売したのが2011年で、買ってもらったのはコロちゃんが我が家に来た小学校6年生の時で、がっつり世代なんですよね。 3DS あるあるなんですけど、 3D 機能を全く使わなくてびっくりしちゃいました。 3DS 発売当初は画期的だとか楽しみと評判だったのですが、 3D 機能を使う人は時間の経過とともに見なくなりましたね。
すれ違い通信という機能にハマってしまって、夏休みに何回イオンに行ったか分かりません。すれ違い通信といえばドラゴンクエスト9だと思うんですけど、この話は本当に私の視聴者さんだと伝わる人がいないかもしれないのですが、まさゆきの地図と川崎ロッカーの地図を集めるのには苦労しましたね。ちなみに私が 3DS で一番最初に買ったソフトはモンハンのトライ G でした。私が初めてモンハンをやったのは小学校1年生か2年生の時で、アニバナさんの PSP を借りてデータを作ってやってましたね。小学校低学年当時はリオレウスが全然倒せなくてすぐに飽きちゃいました。話を 3DS に戻すと、私が一番ハマったのは飛び出せ動物の森です。スイッチの熱盛は全然ハマらなかったんですけど、飛び盛はハマりましたね。なぜか私の村って好きな住民が全然引っ越してこなくて、効果があるかわからないんですけど、引っ越しをさせたい住民を虫網で叩いて嫌がらせしてました。今冷静になって考えるとすごいひどいことをしてたなと思います。動物は大切にしないといけないですね。そんな話をしていたらコロちゃんのお尻のカットも終わり、こんなに綺麗になりました。毛並みが綺麗になってふわふわですね。今後もこんな感じで手放したもののエピソード語っていきたいと思います。今日の晩御飯は母花さんと一緒に餃子を作ります。餃子を一緒に作るのは約1年ぶりですね。こちらのブンブンチョッパーは便利なんですけど、母花さんが指を切ってしまって気をつけないといけないですね。いやー、我が家の餃子にはキャベツとニラを入れます。いやー、今日は珍しく男性陣は私しかいなくて、兄バナさんはお仕事で泊まりに、父バナさんは飲み会に行ってしまいました。動画ではなかなか珍しい私と母バナさんが2人で過ごす夜ですね。最近例のウイルスが落ち着いてきた影響で父バナさんも飲み会が増えてきて、週末の夜はいない日が多くなってきました。たまには母バナさんと一緒に夕食作りもいいですね。よろしくお願いします。すいません、これどうやんだっけ、ぐるっとつけんだっけ。母花さんと1年ぶりの餃子早包み対決です。私が餃子を包むのは人生で 4、5 回目ですかね。やっぱり手作りは手間がかかるので、いつもは冷凍餃子で済ませています。お母さんのお父さんの好きなところどこなの。そういう話ですね。気をそらそうと思ったのですが、母花さんの手は休まらないです。ここで皆さんに問題なんですけど、1番と2番のどちらが私の餃子でしょうか。正解は1花さんが私の餃子、1花さんじゃねえわ、1番です。今回はホットプレートを使って餃子を焼いていきます。ちょっとお肉の方が余ってしまったので、そちらは餃子バーグにしたいと思います。編集しながらお腹が空いてきました。よいしょ。ぐっさんのやつ。乾杯でーす。ああ、しみるね。うん、これ餃子の王将廃業まで持ってけますね。お母さんが作った餃子は何点ですか。100点。橘さんが作った餃子は3点。餃子バーグ行ってみますか。うん、父さんどこ行っちゃったんだろうね。美味しいもん食べてるよ。ダメだ、ご飯が我慢できない。こんなに美味しいのはお母さんと2人で一緒に作ったからじゃないの。ほう。お母さんの声が可愛いってよく言われるもん。そんな可愛い声出してないよ。こないだのマックル美味しいね。マックも美味しいけど、お母さんの手料理が一番美味しいよ。そう。父さんいないからこの際だから言うけどさ、お母さんのご飯が一番美味しいよ。
大丈夫？酔ってない？酔ってない。父花さんがいない夜はちょっと寂しいんですけど、母花さんと二人きりの夜もいいですね。あたしんちの母メリークリスマスを思い出しました。東京にタワマンで一人暮らしも楽しいのかもしれないんですけど、私はしたいと思わなくて、あたしんちとかクレヨンしんちゃんを見てると普通の暮らしが一番楽しいんだなって気づかされますね。せーのせーで、ごちそうさまでした。コロちゃんに犬用のピザをあげる母花さんでお別れしたいと思います。母花さんはお手をさせてからおやつをあげるタイプですね。おやつのあげ方にも家族それぞれの特色が見えてきます。これならコロちゃんも退屈しなそうですね。来月もまたコロちゃんをシャンプーしてあげたいと思います。時間もまだ見てくださいね。じゃんけんぐー。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今日は珍しく午後からのシャンプーだったので、晩ご飯の様子も一緒に入れちゃいました。今日は父花さんがいなかったんですけど、来月は夫婦水入らずで北海道旅行に行くので、2人がいない夜がもうすぐやってきます。お父さんはそういう時